エイリアンだよ俺。整体導入します。まずこれから紹介します。はい、見える？コオロギ50匹トカゲの餌用です。だいたい月に1回ぐらい買う目標なんですけど、実際はそこまで買い切れてない。じっとしてます。トカゲの餌、そしてこれ、はい、名前はね、シマカノコ。模様が綺麗なんですよ。分かりづらいかな。はい、シマになってる。ガラス面の苔対策、そんな意味合いですね。で、エビとヤマトヌマエビ、今回ね、ベタを買いに行ったんですよ。お店にはね、売れ筋のやつしかなかった。うちにあるやつ400円ぐらいのやつですね。で、買うのをやめました。もう少し遠出すればなんか珍しいのがあったんで、それね、今度行こうかなと思うんですよ。ただホームセンターなんでね、状態がちょっと気になります。この後どうするのか、メインのお魚またね、考え直さなきゃいけないかもしれない。で、ベタね、この本、アクアスタイルのベタの誘惑、新たな喜びと。ここら辺ね、あんまり見せられないんですけど、なんかね、なんかこれ見るとね、これあたりお店に売ってないかな。多分高いだろこれ。大丈夫かな。そんなことでね、今回はベタは買ってきませんでした。ベタの購入資金を水草にしました。高いやつ、これ新聞紙に、高かったんですよね。あ、大丈夫か、分かりづらいぞこれ、分かりづらいぞ。大丈夫か、見える？ブセファンドラのタグガン、タグガンだったかな、分かる？若干ね、地味なんですけど、初めて購入しました。水の中入ってもちょっと分かりづらいかな、水の中入ってもね、結構地味ですけど、これ人気なんですよ。値段も高め、2500円、巻きたてかな、巻きたて、これプロが巻いたやつ、うん、おそらくこれ溶けるやつ、3ヶ月ぐらいで溶けるんじゃないかな。で、最後にレイアウト品、お布施、何パーセン？300円、安かったんでね、買いました。はい、あの水槽かな、あの水槽に大丈夫かな。はい、早速生態導入します。わび草レイアウト水草水槽。どうもサボリです。まだ気にするレベルじゃないんですけど、若干苔が目立ってきたんですよ。エビ、この森を守ってくれるエビを導入します。なんかガラス面に、多分これ苔だと思うんだよな。さほど気になるレベルではないですね。あとね、これカビだな。ここにね、カビ、これ多分カビ。立ち上げ初期はなんかね、こういうのが生えてくる。苔はあんまりないな。よく見ると苔はあんまりない。スネールがあれかな、食べてくれたのかな。もう少しあったんですよ。特にね、流木のとこ、ここら辺少しついてたんですけど、今なくなってるな。エビいらないか。
足場が浮いてるんでエビたち心配だ。あ、CO2。 そうこうしてるうちに CO2 が出てきました。若干あれかな、量減らしていいかもしれない。少し量減らします。これぐらいのペース、トントントン。お前よいしょ、はい、よいしょ。早速、あ、大丈夫か。結構うんこしてるな。水合わせしながらうんこ掃除も。もう少しゆっくりの方がいいかな。これぐらいだな。よしと、スポイトで。新聞ない方が見やすいんじゃない？新聞ない方が見やすいんじゃない？あ、うんこ食ってる。うんこは食うな。貝ドボンします。あっと、あー、ひっくり返ってる。うん、大丈夫か。じっくりじっくりコトコト2時間。その間にね、これを入れよう。これは撤去します。これは撤去。これ邪魔だろ。これここに、あー、赤いやつ、赤いやつ邪魔だ。お、調子上がってる。根っこが、根っこ育ってる。調子上がってきましたね。お前ら調子悪いのは。ん？よしと、ここにね、置くだけ。あ、石が違うな。石の種類が違う。あ、あ、ちょっと窮屈すぎるの。え？どうだ？どうだ？角度。こうかな？うん。ワンポイントになった。どうだ？違うな。違う。ここに行くか。ああ、汚れが、汚れ成分が。いや、おかしいな。おかしいぞこれ。若干違和感ある。修正します。色が違うの。おま、おまおま、うまくいかんな、うまくいかん。2500円の価値が。いきます。よいしょ。まず貝から。はい、あった。お前大丈夫か。はい、あ、ちょっと、ひっついた。さらに、はい、なんだ、はい、よいしょ。動かないな。動きません。怯えてます。あ、
やっと動く。もう行きます。エビも行きます。あ、レイアウトね、少し変わりました。微妙に。うん、わかるかな。わかりますか。とりあえず2匹よいしょ。はい、おお、大丈夫、落ち着いてる。早速こっちを。あった、あ、隠れるのよ。早速仕事してる。続きまして、3匹いっぺんに、よいしょと。はい、よしと。はあ、どこ行った。ちょっと、ようやくエビが合うな。あ、草の上にも。やっぱりね、流木だな。面白い。やっぱりね、面白いな。いい、ここだね。ここ、このブルセラじゃなくて、今んとこ心配なさそうですね。ただね、エビは1週間ぐらいで死ぬ時あるからな、安心はできません。あとね、お魚、実はベタとエビ相性良くないんですよ。どうしようかな、ベタ、ベタどうしようかな。あー、そこでまた頭冷やして一からやり直しか。こう見るとあれだな、自然だな。こう見ると自然だ、かなりの自然感、ネイチャー。わあ、おっと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 、あ、脱走しようとしてる。あ、苔、ここね、苔が汚いとこだ。脱走しようとしてる。ジャンプして逃げられる。おっと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 、以上、エビ導入でした。ありがとうございました。いや、どうしよう、生態本当どうしよう。あ、ここね、調子は上がってきました。これ広がってくるのか楽しみです。2500円、2500円、どうだ。あー、いろいろ微調整が必要だな。微妙に動いてるな。苔成分だな。食べてるな。カビ食べてる。巻き貝か。もう少し苔があった方が分かりやすかったな。足の動き早いな。百裂剣だ。あたたたたたた。微妙に色が違う。赤系と茶色系。
さすがにこれずっと待ってんのこれ。歯がある、エイリアンだよ俺。なんだこれ、バックドロップか。